こんにちは、久米原啓太郎です。日本一詳しい大学分析シリーズ、大阪大学医学部医学科編やっていきます。よろしくお願いします。大学分析シリーズとは、コメントでリクエストいただいた大学の入試情報、出題傾向を徹底リサーチして、対策方法、おすすめの参考書まで動画で全て伝授するというシリーズです。このチャンネルでは、受験生に役立つ良質な情報を選別して、短い時間で効率よくインプットできるような動画を発信しています。今回の動画を最後まで見ていただくと、阪大入試の特性を正確に理解して、最短のプロセスで勉強を進めることができるようになります。そして合格までのスケジュール感を把握して、今何をすべきかということがわかります。さらに科目別の最適な参考書がわかるので、効率的に点数を上げられるようになります。また動画の最後では、受験に役立つプレゼントも用意していますので、ぜひね、最後までご覧ください。それではやっていきましょう。まずは配点分析からやっていきます。共通テストが500点、二次試験が1500点、二次試験が全体に占める割合は 75% です。入試の基礎情報なんですけれども、倍率は 2.9 倍、合格最低点は2000点中の 1561.90 点、共通テストは 85% が得点目安で、偏差値は 70.0 が目安となっています。続いて対策スケジュールのイメージを記載しておきます。理想、通常、耐の3段階で記載しているんですけれども、耐というのはこれ以上遅くなったらやばいよというギリギリのラインですので、参考にしてください。続いて各科目の分析をしていきます。まずは英語です。例年大問が4題出題されます。年度ごとに問題の難易度や形式の変化が一部見られます。時間に対しての問題量が多いので、素早く解いていくということが必要です。また出題される和文は抽象度が高くて、直訳できない箇所も多いです。英語として自然な文に変換するという訓練をしていきましょう。また阪大の英語は自己流での学習というのは結構危険です。対策の練り方、それから自由英作文において文の構成方法などですね、自分の回答に対してフィードバックをもらうっていうことが必要になってくると思います。学校の先生や塾の先生などにですね、回答の添削をしてもらうようにしてください。英語おすすめの教材は、竹岡先生の英作文が面白いほど書ける本、それから阪大の英語20カ年です。続いては数学です。例年大問が5題出題されます。難易度は標準からやや難しいレベルの問題が大半ですね。数学3からの出題が他の大学に比べると非常に高いです。また計算量が多くなりますので、粘り強く最後まで解き切る訓練をしておきましょう。阪大の過去問に加えて、東大や東工大など数学3の出題の多い大学の過去問を解いていくことが効果的な対策となるでしょう。数学おすすめの教材は、テーマ別演習、入試数学の小枠、総論編、それから大阪大学への数学実践模試演習です。続いては物理です。回答のみを記述する単答形式が中心です。大問は3題なんですけれども、第3問は独立した2つのテーマに分かれていて、実質的には4題の構成です。第1問は力学、第2問は電磁気から出題されて、第3問は熱、波動、原子物理から出題されます。複雑な状況や見慣れない設定について、物理現象の本質を問題文から読み取るという必要があります。過去問演習を徹底しましょう。物理おすすめの教材は、難問題の系統とその解き方、それから阪大の物理20カ年です。続いては生物です。大問4題から5題に増えたんですけれども、1題あたりのボリュームが小さくなったので、全体として分量に変化はありません。例年難問が含まれてくるんですけれども、標準的な問題や阪大入試特有の要約問題、これも出題されます。なので、そういった問題で失点しないということが特に重要です。また遺伝や免疫は特に品質なので、特にしっかり演習をしておく必要があるでしょう。生物おすすめの教材は、大森先生の生物遺伝問題の解法、それから大阪大学への理科実践模試演習です。続いては化学です。大問は例年4題です。理論化学と有機化合物からの出題がとても多いです。真新しい題材の問題や実験操作を扱った問題もあって、問題文を、ね、読み解いていく読解力、それから高いレベルの考察力が要求されてきます。論述問題の対策、それから計算導出過程をしっかりと記していくっていう練習も怠らないようにしましょう。化学おすすめの教材は、化学の新演習、それから化学の新研究です。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。ここまで見てくださった方にプレゼントがあります。今回の動画のスライド全てと、英語力が劇的に上がる京大史跡式音読のやり方動画をプレゼントいたします。受け取り方法なんですけれども、動画下の概要欄から僕の公式 LINE に登録をしてください。無料で登録することができます。そしてトーク画面で阪大10と入力して送信をしてください。
そうしましたら折り返し、今回のスライド、それから動画をプレゼントいたします。英語の音読はとてもね、英語力を上げるのに効果的なんですけれども、正しいやり方でやらないとあまり成果が上がりません。ここでね、正しいやり方をしっかりと身につけていただいて、英語力をね、一気に高めてほしいなと思います。大学分析のリクエストはコメント欄で受け付けております。リクエストいただいた大学の分析は順番にではあるんですけれども 100% やっていきます。チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。このチャンネルでは引き続き受験生に役立つ情報や勉強法をどんどん配信していきます。これからの動画も引き続き見てくださるととても嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。